この動画では楽器選択画面の機能について紹介します。楽器選択画面では使用する楽器の選択や音色の確認、演奏を行うことができます。楽器選択画面にはタイトル画面で新しく音楽を作るをクリックするか、メイン画面で全ての楽器を見るをクリックすることで移動することができます。楽器のアイコンをクリックすると、その楽器の音色を確認することができます。使用したい楽器を選択し、この音に決めるをクリックすると、楽器が決定され、メイン画面へと進みます。また、楽器選択画面では、画面下の鍵盤をクリックすることで、演奏を行うこともできます。演奏はキーボード入力でも行えます。鍵盤上に表示されているアルファベットは、パソコンやタブレットのキーボードに対応しています。キーボード入力に対応する鍵盤の音域は、Z や X を押すことで変更することができます。また、ドラム、打楽器を選択すると、このような画面になります。画面下の楽器をクリックすることで、音色を確認したり、演奏を行ったりすることができます。カトカトーンには、旋律楽器と打楽器を合わせて、約140種類の音色が搭載されています。ぜひいろいろな楽器を試してみてください。